それ。お前これ公式大会でも同じこと言えんの？ああ、そっか。はい、じゃあ行きましょう、あれ。まあこれちょっといろいろね、さあ行きましょう。まあなんかね、怖いですね。さあ、気を取り直して一本取った状態で始めていきます。飛んでた。ちょっとね、停ボタンがですね、先ほどちょっと効きが効かなかったということで交換しております。ちょっと話を落として、くしゃみが出した。ナイス。あーっと、ハンマーここ確認。さあ、そしてここはちょっと距離取る。足払いから顔面前の時は2敗すら。ここは確認が取ってきていたが、おー、勝利。しかしここはもうターン、じゃあ1本取っている状態ですね。早めに使っていきますか、ジャンディ。やったらぞー、手触りが風に注ぐ。ここでドッグがヒットして勝ったのはナイファーソー。あれ、お前ペン持ってねえの？おいおいおい。さあ続きまして、大阪 B ファースト対するエンスレイヤー。 B 番で勝ったのはどちら様？あ、見てるね。じゃあ罰書いといて、負けた人。ちょ、なんで下からやってんのこれ？え、お前が下からって言ったから。あ、違う、これもゼロ回戦があったから下からやったんだよこれ。そうそうそう、大阪さんとエンさんです。 A 番台、じゃあね、ちょっと B 番台、じゃあ下からで行くか。じゃあもうしょうがないから、オートロジョニーと、ジュンミリア、誰か実況お願いします。ああ、ジョニーさん試合ということで実況変わります。ワンピーが座るはエンスレイヤー、対するは大阪 B ファウスト。あ、ジュンさんの試合中ですね。 D 筐体にいるジュンさん試合です。さあ、ドリルがカウンターしてダウンを奪って一気に画面足。さあ、爆弾邪魔、ジャンベリーカウンター。さあ、これは非常にまずい状況。さあ、ピヨッテ6敗。一方選手は大阪 B ファースト。さあ、2本目。さあ、6階が噛み合う。そしてメテオが来て、さあ、6杯で牽制していく。さあ、メテオもガードして、さあ、ドリルが噛み合う。さあ、5番最速 2K が出てしまう。 6P カウンターだが、ここバースト、ジャンプリー。さあ、バイル。そして新切符持ちが出てくる。さあ、逃げられない。さあ、状況は最悪だが、ゲージが100。これは殺せるのか。殺しきって、大阪 B ファースト2立て。はい、次 A 筐体、天草ピローバイケンアイン会。 A 筐体、天草ピローさんとアインさん、大きいはずなのに見当たらない。あ、いた。 A 兄弟、アインマン最近覚醒し始めたんだよな。アインマン覚醒。カラーダサいけど強えんだよな。カラーボーちょっとかっこよければね、ファン5人ぐらい増えると思うんだけど、カラーのせいで5人ぐらいファン減ってっから。さあ、開幕 2S。 さあ、中間距離制圧していきたいが、立ち合いが刺さって中央。さあ、この中央の読み合いが熱い。
ハイバーケ、バイケンといったらこの中央ですね。さあ、3対1。そこの足払いを主軸にした立ち回り、しかしここは前ハイに桜を合わせて、さあ中央に逃げて、さあ3対1で牽制、2S、2S でラインを上げていく。さあ、カバリガード、一気にガンなし、前番、青木は出ない。B 兄弟勝ったのはジョン・ミリア。ということは次は、あ、もったいないな、これ。井上 VS キーサ、B 兄弟。最後はジャンプハイスラー。一本選手は、アインカイ。開幕立ち合いからカバリ、最速暴れ、足払い、さあ中央の読み合い、立ち合いカウンター、少しずつダメージを奪っていく。さあ走って直が直がでゲージ回収、さあここは桜で前に行く。さあスタント前ハイと足払いが主軸の立ち回り、アインカイ。さあこの中間距離の立ち回り、アインカイ。さあ8番対空逃さない。さあこれは殺しきれるか、殺せない。さあ体力ドットの天草ピローバイケン、前に出る。パイロンが刺さる。さあ暴れない。あっと角腕取れず、キンバーストのガード。最後はバックジャンプエース、勝ったのはアインカイ。続きまして、なんでしたっけこれ、カルクボ、カル、カルボナーラ戦なんちゃら対押田さん。いやーこれは楽しみです。お前これペンの反対は？ペンの反対、あそこに置いてた。FAB さんとカルボナーラ戦士、カルボナーラ戦士とは遊戯王初期の雑魚カードだよね。え、A 番台だよ。ペンのキャップがねえ。お、キャップ。なんでねえんだ。ハメンチどこ置いたのマジで。ハメンチ食べちゃった、食べちゃった。さあカルボナーラ選手が金キップに挑む、第1回となりますが、どうなりますこれ。さあ結構めんどくさいと思われますが、いきましょう。まずはワンピーが去っていますが、 FAB さんのポチャマキン、金キップ第1号、アーキップ第1号ですね。さあ対しまして、あ、カルボナーラ選手、いつもたやすくポンポンポンつってこれは完全にお前防御手段知らんな、全部投げなく崩すわみたいな。あー、どうぞ、やばい、一松を出していく、やばい、これもやばい、いやこれもやばい。さあ、ライランド、さあ企画倒れになりそうだ。挑めているのかわからないトレーニングモードになりつつある。なんかね、イスカの時から思ってたんですけど、イスカのね、ポチャマキンの振り向き攻撃とか、ジャスティスの出すのなんか卑猥な行動が多すぎる。さあ、ガメガシ、スラッシュバックを負けじと出していく、 S、はい、足払い、あーでもピン、前、はい、捕まえて、青木が出ない、ラッキー、 PK、下から突き上げて、ジャン、はい、2S、ここは投げ返し、前、はい、ここ S はバースト。殺すために最善の手段を。さあ B 番内変わったらあれですね、続きまして B 番内ちょいお待ちください。誰だ、ゆうたさんのジャムと、あ違う、ここはやってない、によっさんのテスタメントと高さんの B 番内。さあダオットで見えない中段、さようなら、何も起きなかったね。なんであれ出すと打ったの、なんで出すと打ったの、通るかなってもう完全にお願いの世界入ってた。さあ A 番内、岸井さんのディズニーと国さんのバイケンでーす。お願い戦士、お願い戦士、カルボナーラ。
コナミ感やだ。ハメンチ最近人気出てきたね。めっちゃコメント出てるよこれ。カルボナーラ VS おっしゃったカードみたいになってる。あ、そうだ、国さんからお土産が来てます。はい、スタートボタンを押して始めてください。あ、東京スパゲッティの、そもそもあそこ飽きてきますよね、味が。さあ、お土産待機勢がここら辺にいますが、はい、これちょっと邪魔なんでね、前来ないでくださいね。はい、はい、ワンピーがキシリディ対しまして、セキリアはクニさんのバイヘン。さあ中央、あ、ニエス上を見ていた。うーん、お腹減ったからなんかいい匂いがした。中段ヒット始まる、一定に入ったら、おー、画面端に戻して、おー、中段立っている。わー、めっちゃいい匂いがしてきた。お前だ。2K からここは回り込み。さあ、これ俺ガードを助け出したい。魚、青キャンから離しといて、せいせいして着地で弾頭をして、差し当たらない。これチャンスがあるが、ダッシュに対して 2K がヒット、中央、FB 頼み返し、頼み返しヒット、鷹山戦空対空。さあ、めくり鷹山がちょっと失敗してしまったみたいですが、ここは 2K が刺さって、そのまま1本刺した。キッシュディズィごめんな。俺も1個もらったぞっと。ファイスラー中央カバリね、今回いいですね。ジョニーとかステップなんで前ステップでところに引っかかったりして悲しい気持ちになったりするんで、ちょっと嫌な技の一つですね。さあ、頼み足1投、畳立ち合いからザクロ掴めて画面端、 B 足払い、ここガードしてる、硬いガードが。さあ、 B 番台勝ったのはニョッサンのテスタメン。じゃあね、そこは連戦でユータさんのジャムとニョッサンのテスタメントが、2回戦第1試合です。お願いします、連戦でいきましょう。ユータさんのジャム、さあ、互いにラウンドを取り合って最終ラウンドとなっておりますが、シャンパイスラー、かかりきれないピー、ここでガードゲージを上げつつ崩した時のダメージを上げていきたい。そしてガード、あー、ここバースアップねー、いてー、ここで画面端気だらけだよ。ダメージとかじゃなくて状況がヤバすぎるですね、あれ。画面中央、グッジダッシュ通していきたいが、畳み返し、エビ畳み中央で、ここは画面端、噛まれてくる、木の実があるが、ここは消している。どっちだ、ヨーザン、表にもならなかった。そして画面端、やばい、ダイブの方、回り込み、しっかり捉えて離したいが邪魔。木の実、ここはインペリ、距離を離してジャンプキャンセル、しかしレーザーは残っている、迂闊に飛べない状況。木の実、さあ、これ離したいが生成するまでの時間をなんとか稼いで、フビー頼み返し、ジャンピーうまい、いい角度で対空で潰していく。そして離し合いで正々ピンバーソン、しかし着地投げは確定しない、しっかり投げ受け押し込んでいました。 S から D、 ちょっと恐竜ジャムじゃねえ、着地をずらす、まだわからない。 S、 あー、バーソン勝ったのはクリマイケン、勝利です。では、 A 番台、馬さんのジョニーと草薙元子、丹那村巻、胸巻、胸丸き、全然間違えた。胸巻きってやばいですね、腹巻き的な。今日はもうハメンチに期待してたのに散々だったよ。いや、あの、胸丸きを胸巻きって言い間違えたけど、晒しじゃないです、ごめんね。おメスゴリラ、それなんかいろいろ怒られるんじゃないの。まだ読んでないからね、複雑なことは言えない。さあ、画面端、へぇ、ネタバレされたわ、泣えるわ。画面端、設定ネタバレされたわ、泣えるわ。ははは、落として
中段からタッチくらいによってピークワンパーン前はいあはいはいはい全部ハイスラですね。はいはいはい、ね、分かった今ちゃんと意味ジャンハイスラハイスラ2ハイスラってことはいはいはいってことです。さあ亀梨これはですねこの草薙さん元子さんのスレイヤーに勝てる気がしないので本当にきついですね。 KKK2KE 落としておくため。さあ亀梨厳しい。しかしここは気にする投げ仕込み返していくが今なり亀梨抜けられない。コインを投げて前に出る。しかしコインに対してマッパンチうまい具合に潜っていく亀梨。ここは FBD してしっかり確認していったがマッパンチカウンターヒットしているがここでジョニーもチャンス。これ亀梨に落としたいがいや中央に落としますね。あおおおおどういうことでしょうちょっとわからない。まあとりあえずかっこいい大事投げて勝ったのは草薙元九段の胸マルヒま、負けリーグどっち？ニョスさんこれなんかいろんな意味がつかなんでお前さ勝ち上がりこんなクネクネしてんのこれはいそうですか。ではえ